Hi guys, this is Radio MG1 from Tokyo, Japan. 今日はテクノの思い出話をちょろっとやりたいと思います。YMO の前の時代ね、細野晴臣さんの曲が好きでね、よく聴いてました。例えば、イエローマジックカーニバルっていうね、曲がある。この音色はね、スクエアリードで、クケハで、基本の発信音に近いですけども、サイン波ではなくてクケー波でね、四角いデジタル四角いクケー波ですけども、それは5度リードっつって、あの和音、5度和音、なんとなく不思議な音ですよね。フィフスリード、フィフススクエアリードっつって、あの5度の和音になってます。それで、細野さんの単独の時は、あのティンパーレとかキャラメルママとか、ありました。ハッピーエンドとかね、よく聞いてました。その後、あの YMO イエローマジックオーケストラで、高橋幸宏さんとか坂本龍一さんとか出てきて、トキオっつって、あのこんなのね、それで、まあ、ライディーンとか、ファイアークラッカーとか、コズミックサーフィンとかね、いろいろ流行りまして、あの最初はアメリカで大ヒットして、逆輸入された LP レコードは、さて日本でレコード屋さんでね、どこに陳列しようかななんてね、テクノのジャンルなかった時代で、それで富田勲先生がね、シンセサイザーで、モーグシンセサイザーでクラシック曲のカバーはいっぱい出してましたけど、まあそんな時代でしたけど、私ももう年が年なんでね、で YMO の頃からだんだん、その何ですか、任天堂のゲーム機とかね、マリオなんか出てきてね、最近ね、インター FM で、ナイツの2人が細野さんと対談してましたね。日曜の土深夜から曜日が月曜に変わる頃の、インター FM で、細野さんの番組なんですけどね、まあ、2週にわたって放送されるということで、まず1回目聞いて、この動画10月中旬に収録してるんですけど、また次の週にまた放送があるって言ってましたね。こんな感じでした。じゃあ、See you tomorrow なのか、 See you again なのか、 YouTube の動画なんで皆さん、視聴者の皆さんがどういうふうに見てるか分かりませんけども、じゃあねー。